はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、令和のインセクターハガデッキが進化しましたのでご紹介をしていきたいと思っております。まあインセクターハガっていうか、まあ、若干シンジウェーバー感もあるけどこの辺が、新規モンスターがね、樹冠の皇帝ベアグラムってやつが追加されまして、これあの診断で追加された特殊召喚モンスター、昆虫族の、はい、どういう特殊召喚条件かっていうと、すごい緩くて手札墓地の昆虫族植物モンスター3体除外しただけで出てこれますと。手札墓地からで、一旦一度しか特殊召喚できないっていう制約が、ついてます。だから一応一旦一度しか特殊召喚できないけど、すごい簡単に出てこれるってことですね。墓地の、モンスターを3体除外すればめっちゃ簡単で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分の魔法トラップカードの効果の発動に対して相手はモンスターの効果が続けないと。だからスプライトとかね、ああいう、まあ、スプライトキャロットとか、ああいう系のモンスターで無効化されなかったりしますね、カードが。で、一旦に一度自分のメインフェーズに、これ超豪快で、全部っぱできます。昆虫族、植物以外を。フィールド上の表側表示の昆虫か植物以外は全部破壊されると。いうことで、この豪快な効果をね、使うと一応直接攻撃できなくなっちゃうんですけども、リンクサイトにはできるんで、これを使って相手の、まあ、モンスターを全部っぱした後に、まあ、ワンキルを狙っていくみたいな、動きもできるというところですね。まあ、だから先行で出すっていうか、まあ、後攻で、出していくモンスターなのかなといったところでございます。まあ、一応蘇生効果あるんで、先行で出してリンクサーにしちゃえばいいっていう話ありますけどね。で、ベアグラムと何を組み合わせていくかっていう話なんですけども、まあ展開力がある昆虫族デッキであれば何でもいいので、まあ、今回はビートルーパーにしました。大好きな、はい、ビートルーパー、アームドホーン、ビートルーパー、インビンシブルアトラスなど、この辺の圧倒的、リンク最強昆虫族デッキを、使って、墓地に、まあ、昆虫貯めてこれ出していこうかなっていう、まあ、そんな感じですね。動かし方はもう本当にとりあえずなんか適当に昆虫族を前に並べなくて、でリンクしていくだけです。でピコパレーナの、ね、効果を使って、この強心中レズランスインセクトを装備してリンクサイにすることによって、これフィールドから墓地を送るっていう効果を使って、基本的にはこのベアグラムをサーチしていきたいので、なるべくモンスターが4体くらい並ばないといけないんですね、昆虫族が盤面に。なので、今回はアドバンテージをめっちゃ稼げるモンスターとして、普通にそのビートルーパー以外にここですね、クローラ・ソーマ、これを入れました。これがねやっぱねとっても強いんですよね。自分のフィールドの表側表示モンスターを、裏側にしながらこっち出てこれて、でレベル4つ下げると、手札デッキ墓地からクローラーモンスターを、レベル下げた分かける、2体出せるよということで、アクションとスパイン、これを、まあ、出してくると。で、新規モンスターでね、このね、分裂するマザースパイダーっていう、このモンスターが追加されてるんですけど、これマジで優秀で、自分のフィールドモンスターを存在しない場合に特殊ができるっていう特殊召喚モンスター、特殊召喚条件があるモンスターでありながら、これ、闇属性の昆虫レベル5なんで、スモールワールドの経由地点になるんですよ。これ、このカードが入ることによって、このデッキ、全カードから、全カードにアクセスができます。例えば、まあ、増殖する G からウララみたいなこともできるし、スインギーランスからマザースパイダー、ソーマーみたいなこともできるんですよ。だからね、本当にこのモンスターが優秀で、こいつがね、鍵になってきているんですよね。これ診断で追加されてるんですけど、これ、もちろん効果もめっちゃ実は強いんで、これまたちょっと効果は有効活用するデッキ、別途やるんですけど、今回は、このモンスターを、スモールワードの経由地点として、まあ、ここにアクセスしていくという感じですね。はい。早速ね、昆虫デッキ、昆虫リンクデッキの展開力見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。ひょちょちょー！お前にデュエルを申し込むよ！いきなり15点のモノマネから入ってすいません。どうもインセクターハガです。さあ、新しくですね、お友達、虫キングのお友達がねちょっと追加されましたので使っていこうかなと思ってまして、虫キングのお友達、ベアグラムっていうね、やつが来てね、召喚ムービーまで追加されてる、なんか謎のなんかエース級モンスターが追加されましてね、ちょっとそいつをね基本的には使っていこうと思っております。まあとりあえずですね、まあ昆虫族のリンク、まあ、ビートレーパーなんですね。今回使うのはビートレーパーって、とりあえずモンスターめっちゃ横に並べることが一応できるようになってまして、あ、なんだこれ、なんかチェーンあるな、召喚ムービー見てたのかな、ちょっとわかんない、召喚ムービーねえかビートレーパーに。今ここの段階ではインビンシブルアトラスまでは召喚ムービーはねえぞ。でピコファレナーで効果発ドゥ、これだけ展開力だけはバケモンなんだよな。一応展開力だけは最後に最終作る盤面があんま強くねえっていう話はあるけど、ち
一応ですね、今回は割とそこそこのクソゲーを仕掛けていけるようにですね、組んできてはおりますので、なんとかしていきたいと思ってます。ああ、まあ一応特殊召喚できるモンスターはいいね。特殊召喚できるモンスターは非常によろしい。で、とりあえずインビンシブルアトラス出すでしょう。で、そうするとフィールドから墓地へ送られたことになるので、おお、かっこいい、かっこいい。で、レズナスインセクト効果発動、フィールドから墓地へ送られたので、デッキから上級の昆虫族を手札に加えていく。これでね、クローラーの相馬とか持ってくることもできるんだけど、まあ、スケールモス持っていきますか。まあ、基本的には、まあ、ここスケールモス持ってくれば大体大丈夫。で、インビンシブルアトラスで裏側のスカウトバギーをリリースしてビートルーパーを特殊召喚できる。で、ビートルーパー、スティンギーランス特殊召喚成功時効果。こいつでスティンギー、間違えた、フロートスティングっていうカウントトラップ持ってくる。これモンスター効果無効ね。モンスター効果無効トラップをね、爆弾させて。で、ですね、効果発動しましょう。アームドホーン、こいつは墓地の昆虫とか3枚除外すると、特殊召喚できるよという効果を持ってまして、でここで3枚のカードを除外し、レズランスインセクトを含むモンスター3体を除外して爆弾させる。で、除外されたレズランスインセクトの効果によって昆虫とかなんか墓地をくれる。これで、蘇生したい毒バルのニードルを墓地を送っておく。で、マイティネプチューン出す、除外ゾーンの昆虫族を3枚デッキに戻すことによって特殊召喚できるという召喚条件。はい。で、これエンドフェーズに昆虫族の打点を1000ポイントアップするという効果ですね。で、ですね、ツイン連携のツインボー特殊召喚、特殊 OK で、ビートルーパーアームドホーン効果発動、スケールモンスをアドバンス召喚。で、こいつがいると、ちなみに、一旦に一度しか、お互いにモンスターを特殊召喚できません。まあ、怪異ミドラーシュみたいな感じですね。怪異ミドラーシュみたいなとこいます。で、アームドホーンと、スティンキーランス、2体のモンスターで、リンク召喚。現れよ、スラピンパピオン。デイ。で、これカウンター乗る。で、カード1枚セット。で、エンド。で、今どういう、あ、これで打点1000バップ。さあ、2800のスケールモンスター爆弾していく。つえあ、ちなみに今お互いにモンスターは1回しか特殊召喚ができません。自分だけめっちゃ特殊。あ、ミセラサウルスは強いぞ。やばい。ちょっと待って。ミセラサウルスはやばいか、これ。止めないと。これメインフェーズ中に全部効果受けなくなっちゃうんだよな。恐竜族が。ちょ、受けないの困るよな。これはね、いや、これフロートスティング打った方がいいと思うんだよな、これ。ミセラに。まあ、墓地のミスラの効果使ったらもうスキルモースだから、多分これこうするだろう。で、スティンギー、いや、待って、フロートスティングの効果発動して、これでモンスター効果む、受けるようにしといて。やべえ、参戦の際を打たれないんだよ。参戦、とにかくね、参戦の際でさっき普通に負けたんだよね。スケールモース、いや、大丈夫だ。恐竜化石、いや、でも、まあ、そろそろ打たないとダメかな。化石調査、はい。何持ってくんだろう、これ。プチナロドンか。参戦ちょっと割り切るしかねえかな、これ。ちょ、すごい中途半端なプレインだな、これ。あのね、じゃあさっきね、普通にね、参戦の際って負けたんだよな。こう使ったら、これドロフェーズ打ちゃいいか。いや、ドロフェーズ打てばいいわ、これ。こんなの、ごめん、ドロフェーズ打てばよかったっす。セラピンパピオンの方か。で、一応毒針のニードルがいると、コンチとかリリースして相手のモンスターの方が無効にできるよっていう効果一応打てるんで、そいつを使って。化石調査めっちゃ低いやん。やめてよ、そんなに恐竜サーチするの。ちょ、やめてください、ダイナソー龍崎さん。ちょ、お願いします。俺が優勝者だろ。お前準優勝じゃねえか。オビラプター、テレジアか。いや、全然無効だけど。毒針のニードル、テレジア、恐竜ダイドルフィア、恐竜ダイドルフィアみたいなデッキかな。で、毒針のニードル効果、もうちょっとセラフィマいらねえわ、これ。で、リリースして、相手のテリジアを無効にしていく。まだ相手特殊召喚してないから、一回は特殊召喚できますね。一回は。スケールボース、これ守られたらもうこっちのもんなんだけどね。で、自分はインビンシブルアトラスの効果でリリースして解除できるっていうね。ゴミだ、バトル？え？どういうこと？わからん。どういうことや。あ、アルコンか。なるほど。
やるやん。それやるね。あ、なるほど。いやでももうバトル終わってるから大丈夫だろ。いけるでしょこれ多分。バトルフィーズ終わってたら大丈夫だと思うんだけど。オピラプター、はい。でオピ効果なんかサーチね。でベビーキャラオッケー。でスケールモースはちなみにフランになったのでもう相手特殊化して放し放題。あ、エンドフェイズ、あ、オッケー。スケールモース結構仕事してくれた。これマジでスケールモースいなかったらバカほど展開されて死んだから多分。とりあえずドクラのニードル反転。これで相手のアルコンは実質無効だね。これ実質アルコン無効だから、あとはドクラのニードルを横に置きながら展開すればいいから。まあ、マイティも反転で、スケールモースは反転せんくていいな。スケールモースはなんなら反転せんくてもいい。早打ちのアルバレスト召喚で効果増で自分の墓地からレベル3以下の、あ、うわ、ミスってもねえか、ミスってもねえな、ミスってもねえわ、別に盤面空いてねえからあんま関係ねえわ。でレギンのツインボウを特殊召喚していく。でインビンシブルアトラスの効果発動して、モンスターリリースしてデッキからビートループが出すよ効果で、ですね、スティンギーランスですね。でスティンギー効果、トークン出しながら魔法トラップ割るカード持ってくるでしょ。オッケー。ですね、こしたらね、ストラキャー絶対用意しなきゃいけないから、ちょっと待って、こっちか、アームドホーン出す、はい。でディセント打ってトークン出せ、いいよいいよ、今のところいいよ、今のところいい。一生アルコンケアしながら動けんのめっちゃ偉いな。アルコンって言った瞬間にあのニードルって言って効果無効にするからさ、実質今アルコンが無効になってるんだよね。ニードルがいればだけど盤面に。でピコファレーナリンク召喚成功時効果ってことはぶん投げて昆虫族装備。もう一体いるよな俺、さっき戻したもんな。はいはいはい、もう一体ってか2体いるのか。オッケー、天才。でレズランスインセクト装備、これ戻しちゃっていっか。ピコファレーナ効果、自分の持ちの昆虫族モンスターを3枚戻してワンドロー、ここでいいか。さあとりあえずワンドローをぶちかましていく。ういうい、あ、最強カード来ちゃった。それも来ちゃうのか、それ来ちゃうの強くない。あ、それ来ちゃうの強いね。なるほど、それ来ちゃうの最強で草なんだけど、じゃあわざわざ除外していく必要なくていきなりこれ封印を残して打ってもいいけどな。まあ、とりあえずインビンシブルアトラスを出すか。打点が高くなるんでインビンシブルアトラスは爆誕させていく。かっけー。この虫、この虫かっけー、マジで。で、デッキの板に加えるのが、これで樹冠の皇帝、ベアグラム。これ、昆虫族以外全部パスするんでね。今、全部パできるんですけど、そんなことしなくても全部パ一応できるんで、今、普通にこれアタッカーとして流用しますわ。で、これで除外するのがですね、レズランスインセクト。で、レズランスインセクト除外されたんで、効果発動。昆虫族モンスター墓地送りますよという効果。これで、ゴキポールを墓地に送る。で、ゴキポールを墓地に送れた場合の効果発動して、デッキから通常モンスター持ってこれって特殊召喚できます。いけ！ゴキポール！つゴキポール強いよ。問答無用でチェーンを許さない選んだ高いね。さあカードを3枚除外していけ。樹冠の皇帝ベアグラム、かっけえ。これなんかクソどでけえ虫の間にゴキボールいのめっちゃおもろいな。バデル、もう破壊する必要ねえ、いけお前ら全部殴れ、おらら。ゴキボール、お前そこで何してんだ。さあハンドゴミ
これはですね、増殖する G を、コストにしないといけないですね。分裂するマザースパイダー、これ優秀で、めっちゃスモールワールドの経由地点としてめっちゃ優秀で、これあのデッキ内の全モンスターにアクセスができます。あの分裂するマザースパイダー入れとけば、だから増殖する G とか裏にもアクセスできるんで、これめちゃくちゃ強いですよね。普通に増殖して打たれるんですよね。なんでここ墓の指名者を、まあ、ぶち込んでいくと。さあ、一応あとなんもないと嬉しいなってところですね。ちょっとあのフロートスティング捨てないといけなくなっちゃうかな、これ。まあでもエンドフェイズにね、あのセットできるんで、まあフロートスティング捨てちゃっても大丈夫なんですけど、まあ、とりあえずクローラー相馬の効果を発動して、マンティス裏側守備表示しながらこっち出てくる。で、クロラソーマ効果発動。相馬か相馬なのかちょっとわかんない俺。イントネーションどっち。で、クローラーモンスター2体特殊。で、これちょっと4体植物並ば、あ、植物じゃない。昆虫並ばないんで、非常に強引な、手段で、捨てることないかもしんねえな。これ、あ、でも、こことここで。こうするっしょ。はい、でセラフィム出す。でセラフィム効果でカウンター乗る。でアームドホーン効果発動して、3枚ゲームから除外して特殊召喚していく。これ3体しか並ばないとねちょっと弱いんですよね。困っちゃうんでね、まあ、しょうがないからアームドホーンするしかないよな。アームドホーンする。はいはい。でインビンシブルでリリース。でスカウトバギーで効果増。でスカウトバギーを特殊召喚増殖。ひょひょまあ、ローカストキングかな、これ一応。後ろ含めれば、まあローカストキングのモンスター向こうとこのフロートスティングのモンスター向こうあるんで、一応2回向こうにはできるんですけどね。ああ、ちょっとやっぱね、モンスターをね4体出力できないとちょっと弱いっす。ブイドルーバー展開は。さあ一体全体何デッキだ。アトラ、うわカジキじゃん。いやこれ待って、これアトランティス持ってこられたらやばくね。これ無効じゃねこれ。これアトランティスリバイアさん召喚って言われたら終わるよね普通に。そうですスビキョのやめて、スビキョのやめろよ。アトランティスの戦士、あやばいやばいぞ。あなるほどなるほど、まあ、一応向こうって言ってみる。でもあんま関係ないか、結局打点が上がるだけか。これあんまり関係ないな。これ使ってもまあ基本的には向こうに差があまりなくて、いやでもさ、これさ、まあどっちにしてもまあリバヤさん出てくるから一体にならざるを得ないんだけど、水属性じゃないから。なんでかっていうと水属性以外が許されないから。これさ、はい、くそ、これあれじゃないと、もシーステルスでさ突破できないっしょ。インビンシブルアトラスくん、これ相手の効果の対象にならず効果打開されないっていうのが、無限包容も効かないしシーステルスも効かないみたいな効果してるんで、これ実は相手これインビンシブルアトラス抜けない説はありますね。もう粘りすぎだって、粘りすぎやろ。ちょっと俺は展開できねえし、相手は壁めっちゃ生成してくるし、これ一緒やばいやばい。そのクジラ帰ってくんのやばいわ、そのクジラ帰ってくんのやばすぎ。相手インビンシブルアトラス抜けだ。あ、これもしかしてあれか、このクジラくんの効果で本当にステルス襲撃されるこれ。やべやべ、ちょっとフロートスティングでなんか 8750 のダイレクトアタックがかわされる可能性がある。フロートスティングで無効にしようと思っていたんですけども、なんかこのターン自分の民族性モンスターは直接攻撃できる。あ、お前インビジブル無視すんな、俺をアトラス無視してんじゃねえぞ。
腐ったれが絶対に許さん。なんか昆虫たちってあれだな、なんかもうちょっとなんというか、なんかお手軽な妨害とかが欲しいかなというところはありますね。なんか大味すぎるんですよね。なんか展開めっちゃがっつり展開しないと妨害用意できないし、誘発に弱いしね。ちょっとね、その辺がなんかもうちょいなんかそのコンパクトに妨害が用意できるギミックが欲しいな。なんか呪眼でいうとこのサリエルプラステレみたいな、なんかああいうのが欲しいな。なんかこいつとりあえず出しといたらなんか頑張れるよみたいな、ちょっと欲しいですね。合体で言ってみます。なんか遊戯さんじゃないですか、遊戯さんじゃないですか。お前にデュエルを申し込むよう状態ってことね。合体で言ってまいよすとブラックマジシャン、竜騎士ブラックマジシャン、なにやるじゃないか。セット。なるほど、なるほど。まあ陣内だけマシかな。まあ多分魂系でしょそれ。さあ、なんか謎のセットカードが、まあでもあれは対象に取れず効果では破壊されないため、非常に厳しいといったところですね。対象に取れず効果で破壊されない、永遠の魂発動される。これでブラックマジシャンが効果を受けなくなってしまった。まあでも、ま、魔導陣がないだけ全然返せそう。3000でしょ、打点でできないんだよあれ。つまり打点でできればいい、まあ、とりあえず毒牌のニードル、これなんか展開できねえよ、やべえ。アクソンとスパイン両方ともいてんのゴミすぎない大丈夫、まあ、めっちゃ強引に回していくしかないか、まあ、結局ね、まあ、クローラーソーマちょっとイントネーションわかりませんけども、クローラーソーマゲーではあるんですよね。相馬のなんか展開力を使わないとさすがにモンスター横並ばないと、1枚が3枚になるからね。あのカードは、あのカード強すぎなんだけど、ちょっとそれがないとさすがにきついといったところで、で必中のピンの効果発動、自分のメインフェーズで必中のピンの数が200倍もの大ダメージ、つえー、アームドホーンしかねえな。はい、3000はなんか出る、一応多分3000は出る、ギリギリ3000よりも3400ぐらいも出るかな。これ一応これ5キポールあるから、5キポールを出して、で5キポール墓地を送れば一応5キボールが特殊ができるから、なんとかなりそうですけどね。このなんかそのね、かさばった時マジでゴミ。その手札に召喚剣使わないと展開できないようなモンスターが、植物族の、あと昆虫族の、それがゴミ。でセラフィンパピオン行くしかないな。セラフィンパピオン、はい、でパピオンで効果と、まあ、ゴキポール効果発動する。ゴキポールの効果によってデッキから通常モンスター、昆虫毒モンスターを手札に加え、通常モンスターだったら特殊召喚ができるゴキボールを持ってきてガギョーバイッでカード破壊するって言うけど、まあ、ブラックマジシャンは永遠の魂の効果によって何の効果も受けないため、こいつは破壊できない、そんなことは知っている。でこれ先にこっちか、これはですね、アームのホーン蘇生して、でピコファレナでいいのか、これワンチャンあるぞ。で、モンスター3枚除外してピコファレーナを出しに行けばいいんだ。これでね、3400のね、最強モンスターが一応呼び込めると思う。でピコファレーナ、こことここでピコ効果、手札捨てて、はい、でコガ、スパインもアクソンもマジでいらねえな。でセラフィムに昆虫毒装備で、これでレゾナンスインセクトを装備する。 OK でリンク4ぶちかましにいくでしょう。はいはい、どうこれで、レゾナンスの効果像、上級モンスターを手段に加えていく。まあもちろん時間の豪邸ベアグラムでしょ。打点3400、守備力2800
うわっ、墓地の昆虫族モンスター3内の魂をゲームから除外。現れろ時間の皇帝ベアグラム打点3400。まあ打点だけ見るとめっちゃ強そうだよね。打点だけ見るとマジで強そう。まあちょっとドクバルニードかなんか年といって、あニード引いてるか、もういいか。バトルフェイズですね。バトルフェイズ、貴様のブラックマッシャーは粉砕だ。バウー、そしていけインビンシブルアトラスで攻撃。でも結局あれか、これでブラックマッシャー蘇ってくるのか。ちょ魂めんど、いやめんど、魂一生ブラックマッシャー蘇ってくるやん、これめんど。え、これ魔導陣引かれた瞬間終わるんだが、そっちなんだ、蘇生するの。相打ちも取られたくなってる。確かに、あれか、いなくなった瞬間にレベルレジストウォール、なんだこれ。自分のフィールドモンスター戦闘のまたは相手の方で開始された場合、そのモンスターいた対象にとってレベルの合計がそのモンスターと同じになるようできたらモンスターを任意の数だけ選んで守備を受けます。えっ、やば、なんかエクゾディアパーツ出てきたけど、そんなことでできるんですか。あ、え、その伏せカードなんですか、その伏せカードなんですか。まんまと桜木にハマったんだけど、え？